クラフトウイスキーの未来。この建物が駒田蒸留所へようこそ。駒田るい、実家の駒田蒸留所を継いですぐにクラフトウイスキーの若葉をヒットさせてる。コモ、そういうウイスキーが昔あったんです。みんなが家族だった頃の蒸留所、私はあの頃を取り戻したい。若いのにご立派なことで。魅力的なウイスキーを作るのは難しい。でもだからこそ醍醐味があって。やることがはっきりしてて羨ましい身分だよ。そんなあんたに俺の何がわか…ルイはもともと美大に通ってたけど、中退して会社を継いだんだよ。買収に応じる気なんてないから。お前がやっていることはただの自己満足だ。コマを作るためにもっと広く知ってもらいましょう。俺そういう記事書きますよ。いいんじゃないの。必死にやった結果、俺はこの道に出会えたんだから。幻のウイスキーの復活を目指して、一歩一歩未来へと進んでいく。待ち望んでいる人たちに向けて、ずっとずっと駒田蒸留所へようこそ。